三和銀行、株式会社三和銀行、三和銀行、A 称、ザ・三和バンク、リミテッドは、かつて存在した、都市銀行。2002年、平成14年に、愛知県に本店を置く、東海銀行と合併し、UFJ 銀行となった。なお、UFJ 銀行は、2006年、平成18年1月1日に、東京都に本店を置く、 東京三菱銀行と合併し、三菱東京 UFJ 銀行となったが、2018年、平成30年4月1日に、称号変更し、現在は三菱 UFJ 銀行となっている。本店は、大阪市中央区、旧東区に置き、メガバンク再編前、全国銀行協会会長を臨番で担当する、大手六行、東港、東京三菱、住友、一環。 富士、桜の中で唯一、地方銀行の業用が拡大して、都市銀行となった銀行であった。また、2001年、平成13年に株式移転で、UFJ ホールディングス、現、三菱 UFJ フィナンシャルグループが発足するまで、東京証券取引所に上場していた。三和銀行は、1933年、昭和8年12月、いずれも、 本店を大阪に置く34銀行、山口銀行、河野池銀行の産業合併により創立された。河野池銀行は河野池家により1877年5月に設立された第13国立銀行に橋を発し、3話銀行はこの時を創業日にしていた。河野池家は江戸時代初期の1656年に両外店を開いており、 歴史は三百数十年に及び、国際的にも極めて古い金融業者であった。三和銀行のロゴのもとに、新素1656と書かれていたのはこのためである。以前は、新素1877だった。山口銀行は、大阪、山口財閥の中心企業で、江戸時代末期の1863年改良の布や両替店が源である。 山口家は1879年4月に第148国立銀行を設立し、これを山口銀行が継承した。34銀行は大阪の繊維関係の商人である岡橋次助、原か助、野田吉兵衛、永井千助、村上加兵、渡辺翔介、山口善五郎の7人が1878年3月に、 設立した第34国立銀行を期限とし、堅実経営に徹しながらも、中小工業に対する長期金融を開始するなどの特色があった。昭和初期の昭和金融強硬化、三井銀行、三菱銀行、住友銀行、安田銀行の財閥系銀行がシェアを伸ばす中で、前述産業も他の小銀行併合などにより、これらに次ぐ、 有力銀行としての地位を固めていが、時の軍需産業、重化学工業など振興産業の台頭にし、資金量が小規模に止まり、また、営業地盤が繊維業界を同じくする産業の競争は望ましくないとして合併へ進んだ。1933年、三和銀行創立準備委員会が設けられ、佐野正春、34銀行常務、森信之に、 山口銀行常務、松野達夫、河野池銀行取締役の3人がメンバーになり、新銀行は本店を大阪市東区の旧河野池銀行本店に置いた。東取には当時日本銀行理事にあり、それまで大阪市店長にあって産業統合を衝動していた中根貞彦が就任。常務理事には上述の3人に、日本銀行から下田源一が加わった。 設立直後の年末の第一回決算で預金口は10億円を超え、日本の普通銀行のトップに立った。しかし、その後の大阪の経済的地盤の低下や、在京銀行による中小銀行併合等により、預金ランキングを落としていく。合併業の業名選定にあたっては、三和三友、三甲、三山、三吉、三栄、三栄。 三協などの多数の候補名があったが、中根東取が三和を選んだ理由として、後日三和の意は文字通り産が側することを意味すると強調した。また、校内市三和銀行の歴史によれば、創立当時三和の三和三十四の三和の平田であるの義は河野池神殿の稲を意味し、和の作りの口は山口の口から取ったという説明もなされている。なお、 この合併の推進を図った、当時の日銀総裁、肘方久明が、頭取の人選を一任され、三話と命名したとされている。終戦直前、第二大頭取に、日銀出身の岡野清秀が就任。戦後、GHQ、連合国軍総司令部は、当初、同行財閥銀行と同列に扱い、制限会社の指定を検討したが、非財閥系。 ピープルズバンクであるという訴えを粘り強く続けた。事実、三和銀行は大阪、船場の繊維産業への融資を中心にしていたため、戦時中の軍需融資も少なく、指定金融機関の軍需融資先数でも最も多い、日本工業銀行の146社に対し、三和銀行は64社にとどまっていた。このため、制限会社指定の決定は取り消された。 1947年2月、第三代頭取に、同じく日本銀行出身の渡辺忠雄が就任。戦後の混乱期の中、経営再建に乗り出す。1948年3月、三和銀行は、金融機関再建整備法に基づき、軍事保障打設に伴う損失補填のため資本金を1,538万円に、 減資したが、同年10月には10億円に増資し新発足した。業名も、普遍で、親しさも名も変わらぬ、三和銀行をスローガンに、強力な預金増強度を展開し、終戦直後には6位だった、預金順位を、1949年3月には3位とした。高度経済成長下において、動向は、 ピープルズバンクを基本理念とした経営基本戦略を積極的に推進し、1955年3月、全国どこでも出し入れできる普通預金のネットサービス預金を創設した。国際化の面では、1953年1月にサンフランシスコ支店、1957年にはロンドン支店を開設している。なお、1959年に、 大蔵省の信託分離政策に沿い、三和銀行と神戸銀行信託部門、野村省券省券代行業務部門及び投資管理業務部門を承継して、東洋信託銀行を発足させている。この頃から、融資系列における繊維返帳路線は、その社用化によって、軌道修正を迫られていく。1960年5月、初の生え抜きとして、 第四大頭取に、上田和夫が就任、会長となった渡辺と共に、バンク・オブ、アメリカなどの視察から、アメリカの商業銀行を習い、ピープルズ・バンク、リテール・バンキング路線を推進する。1960年12月には、最初の消費者金融ドリームローンの開始、1963年には、資金使と自由な暮らしのローンを創設するなど、消費者金融の開発に努力した。 また、1963年には、ニューヨーク、1964年には、香港と、海外に、相次いで支店を設置し、国際化の進展とともに外国為替業務の強化に、力を注いだ。1961年には、日本審判、現、三菱 UFJ ニコスと、共同で、日本クレジットビューロー JCB、日本で2番目のクレジットカード専業会社。 一番目は日本ダイナースクラブを設立。1964年に非面実業、現、創実と共同で日本で二番目のリース会社、オリエントリース、現、オリックスを設立している。この頃、企業集団として有志系列を中心に緑会を結成し、経済扇風車などの新興企業への融資を強めていく。1971年9月、 第5大東ドに就任した村野達夫は、ピープルズバンク路線を徹底的に強化するため、全行員にお客様のお役に立つ銀行、ユアバンクの考えに徹するよう強調、個人預金日本一を実現した。また、村野は国際畑であったため、国際合同銀行及び歌州三和銀行の設立、海外各地の拠点開設、ブラデスコ投資銀行への資本参加、 中国との縁元決済問題での合意など新規軸を次々と打ち出した。1976年第6大頭取に赤氏敏夫が就任。赤氏は人間尊重を経営理念とし、一味違うピープルズバンクの実現を目指した。その一環として QC 活動を銀行業務に導入している。またこの頃、三和銀行の弱点だった首都圏の基盤強化を目的に、 富士銀行、現在の水保銀行との合併を画策するも、大倉省の反発に相とんざしてしまう。1982年、第7代東取に、川勝賢治が就任。海外経験の長い川勝は、銀行業務の新展開を、国際化、証券化に向けた。川勝のもとに、三和銀行は、ピープルズバンク重視に加え、インベストメントバンク重視を打ち出し、 両者を統合したユニバーサルバンキングを目指した。アメリカの大型リース会社や証券会社の買収など、思い切った海外戦略を展開、国内でも証券業務を強化し、人材をインベスト部門へ傾斜投入した。また、この頃、シンクタンクのサンは総合研究所、現、三菱 UFJ リサーチコンサルティングを設立した。 1988年、第8代頭取に渡辺博士が就任。渡辺は、新時代にふさわしい、最新にして、最強、世界のユニバーサルバンクを目指そうと提唱し、3つの S、ストレングス、ストラテジー、スペシャリティを、コーポレートカルチャーに据えた。また、大規模な気候改革を行い、企画、秘書、人事中枢部門に権限を集中させ、 同時に、自らの出身校である、一橋大都京都大出身者、中でも秘書室長である、中村明を徴用した。中村は、高杉良の小説、金融腐食列島で、カミソリ佐藤と呼ばれ、恐れられる銀行マンのモデルと言われ、頭取の渡辺に、私の思う通りにやらせてもらえば、三話を収益ナンバーワンにしてみせると午後、校内で、 七武業と呼ばれた若手秘書役、この一人に UFJ 銀行最後の頭取となる沖原高宗がいた。を補佐官として登用し、牽制を振るう中1992年、業務順位益、経常利益、陶器利益の三部門でトップとなり、三冠王を実現した。この間、首都圏主要駅周辺に ATM 網を整備し、店舗数は友人、 無人含め線を超えたものの首都圏での基盤は盤弱化したとは言いがたく、ATM 整備の裏で第一官業銀行や日本工業銀行との合併交渉を行ったが、いずれも条件が折り合わず、破断に終わる。この頃、バブル崩壊の影響を受け、多くのスキャンダルが紛失した。年月、経営者のの金事件では、 経営難に陥った東洋信用金庫を救済合併し東洋信金の一部店舗などを引き継いだ。1994年第9代東取に佐伯直隆が就任。佐伯は世界をリードするベストユニバーサルバンクを経営目標に掲げたが実際にはバブル崩壊による不良再建処理に追われることになる。また経営環境の悪化とともに 校内における負の面が出始めてくる。もともと三話は、都銀の中でも、地方銀行を出自としていたため、富士、旧、安田、第一環業1971年に第一と、日本官業が合併、桜、1990年に、太陽神戸と三井が合併、住友、東京三菱、1996年に東京と、 三菱が合併などの救済罰系や特殊銀行を起源とする他校に比べ優秀な新入校員確保に苦労した。この結果、校内では入校時のリクルーターを通じて学罰内のつながりが密接になり人事構想を展開することになる他校はこれを3話の DNA と批判した。前述の渡辺と踊り時代の施策は 経営の意思決定の迅速化に成果を出したものの、学抜を中心にした、側近政治の弊害に対する不満は1999年、当時の渡辺会長と再起陶取、東大卒の主導争いで爆発し、会文書のルフと陰算を極めた。結局両者が辞任し、中間派の室町金を、名古屋大卒が、第10代陶取、最後の党取となった。 上層部の派閥争いとは、対照的に、実務レベルでの風通しの良さ、何でも言える雰囲気、常に前向きなカルチャーは、今でも懐かしむ声が多い。住友、桜の合併や、水穂ホールディングスの発足が先行し、都市銀行再編に乗り遅れていた室町は、2000年3月に、朝日銀行と東海銀行の経営統合を。 東海ア日銀行構想に加わる形となった3話東海ア日銀行構想3和銀行との意見相違から約3ヶ月後にア日銀行が離脱したことにより東海銀行と三和グループの経営統合が決定した2001年4月2日三和銀行東海銀行東洋信託銀行が株式移転により株式会社 UFJ ホールディングスを設立し これら産業は UFJ ホールディングスの完全子会社となった。上場企業としての三和銀行最後となる2001年度3月期決算が赤字であったため UFJ 銀行初代東取に内定していた室町は退任を余儀なくされた。二千二年一月十五日三和銀行及び東海銀行が合併し株式会社 UFJ 銀行となった存続会社は 三和銀行本店は東海銀行の本店。東高のクローバーマークは2010年代以降の現在でも施設の壁面に残されている建物が若干数存在する。例えば大阪市淀川区にある新大阪支店の店舗外 ATM 東三国の建物にも三和銀行プレートを外したと思われる跡が確認されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。